ヘイトのコーナーですね。あ、先週から募集した、うん、皆さんのねヘイトを集めてます。まさかお餅もちもちももち、はいはい、あのヘイトからねコーナーになるとは思ってませんでしたけどね、とりあえずヘイトの話、ラジオネーム非公式お母さん、こんにちは。ナイチンゲールダンスのニコニコラジオ、いつも楽しく聞いてます。ヘイトの話です、初対面のお母さんと挨拶を交わした直後に持ち家賃貸と問われ、賃貸と答えたところ、近々戸建てを建てることと、親から援助してもらえること、3人目を妊娠中であることをとうとうと語られました、はい、もし持ち家を答えていたらヘイトされていたのかなと思います。お二人はこのような絵に描いたようなマウントを取られたことがありますか。第2回放送はゆうくんとっても大きい声で話できて偉かったね。やすさんと仲良く頑張ってねと。なめんなよ非公式お母さん。まあ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 、まあ、そんなね怒ることじゃないです。別に怒ることでもないし別にね、だからその他の今となっちゃ俺の方が頑張ってほしいみたいなメール欲しいですか、ね、今となっちゃね。他のお母さん持ち家賃貸とか今そういう話やめてほしいんですよ、ね、もう今マウント取られまくりですもんねもう僕の家汚いですけど、うん、家ありますからねマウントもうまさに今ですねちなみにあるマウント取られたみたいな。うーん、マウント明確に取られたことないな。ないっすね。うん、あんまね、芸人だから俺たちはね、確かにもともと低いところ、周りが低い、周りも俺たちも全員低いところにいるから、別にもういかに低くいくかだからな。確かにそうですね、うん、特にないかもしれない。潜り合いですからね。もう潜り合いだよね。謙遜謙遜、低くいや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 みたいな、ね、うん、ありますそればっかりですからね。逆にないのかもしれない芸人はね、うん、ラジオネームウルトラメンソウル、芸能人の〇〇の彼女が可愛いというネット記事を見ても結局分かりませんでしたというオチになってる時ヘイトを感じます。これはなこれは俺がずっと言ってるやつだよ。ずっと言ってますね、うん、本当にずっと言ってるし、もう本当に、うん、これなんでこんなで金をもらえてる奴らがいるのかが分かんねえしな。ヤスさんの彼女は可愛かったんですか。なんだお前は知ってみよう死ぬほど可愛かったお前悲しい。当たり前だろ世界一の女だった。じゃあもうこの記事出れますね、出れますね。そのヤスの彼女が可愛い、可愛かっただよダメなのよ。ダメダメ、これも。ラジオネームハッス、ナイチンゲルダンさんこんばんは。私がヘイトを感じた瞬間は電車に乗る時です、うん、まず電車に乗り込む時に前に女子高生の群れがいたらこれはまずいぞと思うのですが、はいはい、女子高生の群れは絶対に電車に乗り込む時に奥まで行かず電車に乗り込んですぐの場所に固まりおしゃべりをし始めます。そうなると後ろに並んでいる私は電車の中はガラガラなのにドアの縁の縁のギリギリに乗り込むことしかできません、女子高生を駆け分けて奥に進むほどの勇気は待ち合わせていないので、結局ドア付近の微妙な位置に窮屈な思いで立つことしかできず、この場面に出くわすたびにヘイトがめちゃくちゃ溜まっていきます。ナイチンゲールダンサーは街中で周りへの配慮が足りていないなと思う人に出くわしヘイトが溜まったことありますか。電車はね、電車はよくありますよね。まあそりゃそうだよな、うん、電車ね。ヘイト溜まってる電車でですか、うん、別に他にもあるけど、僕あんまヘイト溜まってないかもしれないですね。じゃあこのコーナーおしまいなんだよいやなんか探しますわヘイト。ヘイトって探して出るもんじゃねえかラジオネームなし、ナイチンゲルダンさんこんばんは。タイムリーなヘイトを送らせてください、うん、お今まさにってことですね、夜駅を歩いてたら50代くらいのおじさんがあからさまにわざと体当たりをしてきました、はい、しかし私の体感が強かったのか負けたくない気持ちが強かったのかおじさんの方が吹っ飛びました。なので怪我はしませんでしたが体におじさんが触れたのが気持ち悪すぎて嫌な気持ちが止まりませんでした。以上です。これだいぶ元気いいな体感強いから元気がいいですね。まあ、ぶつかってくる人いますよね。本当いるの、会ったことないわ、はい、いやすさんは多分強そうな見た目だからいないっすよ。革ジャン着てるしな。まあそうっすね、革ジャン着てるやつに来れたら一人前だ。あーなるほど、うん、じゃあ革ジャン着ればそのぶつかってくる人は避けてくれるんですかね。いやそりゃそうよ。あそうなの。お前はだってパーカー着てんじゃんリーの、うん、リーのパーカー着てるやつにはボコボコ来る。パーカーはまあボコボコか。そりゃそうだよお前、うん、これはヘイトだね、ラジオネームロマンティックエネゴリ、朝か親からうん、おいデブ早く起きろと言われたときはヘイトを感じた。おいデブ早く起きろ。シンプルだな。おいデブ早く起きろ。
俺に朝っぱらからずっと水ぶっかけられた鍋もヘイと感じたのかな。ラジオネーム小卒のゴング、小卒のゴング、小卒のゴングじゃん。理科のこいつ13歳なんだよね。13歳なんですよね。理科の先生がおっぱいのことをパイパパイパパイと言っていた時、嘘つけよ。おい嘘ついてきたろこいつ絶対。嘘つけよ、パイパパイパパイ絶対嘘だろおい。でも本当かもしれない。なんか3件一緒に来てて、はい、あのなんかボツになってるんだけど、はいはい、ラジオネーム小卒のゴングで、はい、コンビニで買ったコーラの蓋がちょっと濡れてた時。どういう意味。だからコーラの、はい、買った時のあれでしょ、あの実際の結露みたいな。ああ、なるほどね、うん、であんまりうそういう確かにそれリアルリアルでしょ、うん、だから多分理科の先生がおっぱいのことをパイパパイパパイって言ったのは本当のこと。いやそれムカつくわ確かに。いやこれどういう流れでさパイパパイパパイって言ったの。だって理科なんてその人間の体のことをちゃんと扱いますもんね、うん、そういうことでもないですよ。これ噛んだの、そもそも噛んだのか、噛んでおっぱいのことパイパパイパパイって言ったのか。いや違います、多分授業の中で、うん、人間の体、ここが肺、肺ですね、うんうん、でここが心臓です、うん、でここが、パイパパイパパイですって言ったんですよ。なんでなの。なんでそう言ったのこの先生は。不思議だな小卒のゴングは。投げラジオネーム、おもち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 、こいつが元凶だからね。ヘイトの塊。ヘイトで飯食ってますからね。小学校4年生ぐらいの話なんですが、はい、僕のクラスにはやたらと自習の時間にはバカみたいな声を上げて騒ぐ少年野球部のクソ野郎がいました。だいぶ溜まってるよもう。頭の悪そうなことばかりしているそいつに僕は463のヘイトを抱いていたのですが。何ダブルプレイ。ある日朝の自習時間中にあまりにもうるさかったのが我慢できず、僕はうるせえよと切れてしまいました。するとさすがはスポーツマン、即殴る蹴るの暴行を加えられスポーツマンのイメージおかしいから。お腹にいいパンチを一発食らった僕は泣いてしまいました。この状況を整理すると、自習時間に騒がしかった生徒を注意したら逆ギレされて殴られて泣かされたです。僕が若干キレてたのは確かに悪かったですが、基本的には周りは僕の味方でした、うん、これはさすがにやりすぎ、お餅は普通に正しいみたいな感じで一応勝てるムードだったのですが、うん、お腹にいいパンチをもらってしまったせいで泣きながら僕はすごくうんこをしたくなっていました。我慢できずにうんこをしにトイレに駆け込む僕、周りからは喧嘩に負けたお餅が拗ねてトイレに引きこもりに行ったように見えたのでしょう、うん、クラスの男子全員と少しばかりの女子が男子トイレに駆け込んできてお前は悪くないぞよく戦ったとドアをどんどんされたのですが、僕は普通に用を足してケロッとした顔で教室に戻りました。その時やっと教室に来て事態の終結を、知ったであろう担任の先生は、まあ普段温厚な人が怒ったらこうなるってこっちゃとなんかまとめにかかってました。全員は？いやいやいや全員はおかしいだろ。わかる、全員に切れちゃうよな。いやスポーツマンに切れるのはわかるけど、これは綺麗な463のヘイトだね。何それ463のヘイトって。ダブルプレイでしょ多分、トリプルプレイかわかんないけど、いやいいですね、さすがスポーツマン、即殴る蹴るの暴行を。どういうイメージなんだ。そんなイメージね、スポーツマンに限って。 AI これから皆さんのたくさんのヘイトをお待ちしております。以上です。